皆さん、こちらからしです。本日はですね、皆さんに、まあ、この理論弓道で、お話しする、まあ、全く違った手の内の解説をしたいと思います。現在、まあ、2月の6日でしたかね。2月の5日、6日にですね、オンラインのセミナーを8時から、希望し、スケジュールを組んでおります。今、こう資料を作ってるんですが、もう、すべての内容がですね、もう、独自の方法になっております。左手の、まあ、三種を揃えるとか、角に効かせるとか、人差し指と親指の間の筋とか、右の首とか三足とか、骨本の使い方とか、最上級の手の内の作り方とか、それの左手のこの押す感覚を変えるね、体操方法とか、めっちゃ作ったんですけど、もう今の段階で私と一緒に弓引いている20人ぐらいの、まあ、初心者の人がいるんですけど、その人が全員、よく的に当たるように射程が整ってですね、強い弓を引けるようになっている状況で、もうね、弓道教室に3回ぐらい通った人で、もうおそらく、こうね、わかりやすく言うと、まあ、2段とか3段ぐらいで、2、3年ぐらい弓引いてる人と同じぐらいの、左手の働かせ方ができるぐらいまでは、まあ、こう、使い方をお話ししてるかなというふうに思います。というのも、なぜかというと、私たちのこの理論弓道の弓の引き方は、弓と禅に基づいて弓の方を教えてるんですね。で、通常の弓道連盟の手の内の教え方っていうのは、左手の使い方を教えるんですけど、私たちの弓と禅の考え方に基づく弓の引き方は、これはまあ阿波健三と梅治健南と本田利真の先生の文章を読むと分かるんですけど、左手の使い方を学ぶと、総合的に姿勢と右肘の使い方や全ての体の使い方が同時並行にどんどん分かるようになってくる。分かるように、文章が解説されていて、で、私たちはそれを全部教えてるわけです。当然ですけども、初めての人は左手が良くなるだけじゃなくて、右肘の動かし方とか総合的に良くなるんです。まあ、こういう思想があるんで、まあ、私は、多くの初心者の人を教えることができて、オンラインでも教えていて、外国人にも教えていて、まあ、いろんなことができるようになっているわけです。で、この方法はですね、もうオンラインで日本人であれば、もう誰でもできる方法ですので、まあ、まあ、2時間でかなり上手くなる方法だと思います。よろしかったらね、オンラインのセミナーに参加していただければと思うんですけど、じゃあ、その中で、簡単にですね、例えば、そのセミナーの資料の一部を、本日ご紹介、しましたですね。左手の状態が良くなると、総合的に、まあ、こう、体の状態が良くなるという、まあ、その、根拠というか、それをね、お話ししたいと思います。で、なぜ、良くなるかということですね。ちょっと共有します。はい。まあ、これはもう、本当、本質なんですよ。今、これ、資料に載ってると思うんですけど、この左手の状態イコール体の状態を指す。これだけです。逆に言えば、ここの左手の使い方が分かるとですね、その時の姿勢の作り方と、その時の右肘の使い方とかが全部総合的に良くなるんですよ。で、そのような手の内を教えることが適切だと私は考えております。まあ、前級連の場合はですね、ここをこういうふうにしましょう。この時はこういうふうに揃えましょう。この時はこういうふうに揃えて、水平に矢と水平に下ろしましょうとかって言うんですけども、まあ、そういうことをやるとですね、まあ、形だけにとらわれてですね、体が全然使えない状態になってしまう。というか、形を揃えるのに筋肉を使ってしまって、まあ、マインドがぶれてしまう。まあ、言ったら、手はすごく力が入ってるんだけど、伸ばす気持ちっていうのは全然出てないので、最後離れるときに弓の反動によって体全体がぶれて忘れてしまう。だからどうすればいいんだっていうと、この左手のすくい方をですね、もうその左手をキュッと締めるではなくてですね、こういうふうな思想になってください。こうすると、例えば、弓の引き方が良くなりますよっていうのは、例えば私の、このお話をちょっとしたいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これですね。このイラストを見ていただければ分かるんですけど、実は、手の内の作り方というのは、一組だけではやりません。手の内っていうのはまだまだあってですね、これを見ていただければと思うんですけど、はい。左手の作り方っていうのは、こう、まあ、よく一般的に、こう、人差し指と親指の間に、弓が挟んで、ここは巻き込まれて、3本の指が揃って、ほんで、こう、
指を引いてくるんですけども、それが、そういう風に左手の指ばっかり動かしちゃうとダメなんですね。それはもう、そうするとどんどん体っていうのはこう縮こまってしまう。で、どうするかっていうと、右肘を使って左手をこう作るんです。まあ、例えば、目の前に何でもいいんで、ゴムでもいいですし、でこの紐でもいいですよ。アップルの、ライトニングケーブルでもいいんで、これを用意していただければ。ライトニングケーブルで、ね、こう引っ張りますというときに、例えば、右手で引っ張ると、左手にかかる感触ってどうなります？まあ、当然ですけど、こう引っ張ったら、左の人差し指とこう親指にグッてかかる感覚ありますか？じゃあ、ここに書いてあるという、じゃあ、肘を使って、こういうふうに、右肘を使って引っ張ってください。右肘を引っ張るとですね、この左手にかかる感触ってどうなります？おそらくですけど、左手にかかる感触がすごく柔らかくなったと思います。左の親指にかかる感触が柔らかくなったと思います。それはなぜかというと、肘を使うと、右側で使われる筋肉ですね、肘を使うと腕の上腕とか胸とか脇の筋肉がいっぱいいろんな筋肉が使われるんですよ。だから、いっぱいいろんな筋肉が使われるので、この左手にかかる感触っていうのが変わるんですよ。で、おおむね柔らかくかかります。柔らかくかかるのは、この手っていうのは、こう、くって引っ張ると、まあ、ダイレクトに左手に圧力がかかるんですが、肘は手に比べると下になるので、肘を使って引っ張ると、まあ、圧力がある。この親指の上部じゃなくて、ちょっと真ん中ぐらいに寄るんです。その分、左手の親指の人差し指と親指の間が巻き込みやすくなって、三指もしっかり締まるようになります。これをまあ、例えば、弓道の世界で、飛力っていう名前がついてますね。ここに、肘の力とか。これがね、多分全球連では、肘で引けって言われる飛力かなっていうふうに思われますが、実は違くてですね、この飛力って言葉の本当の意味はですね、本当の意味とか、この武道でよく使われる飛力って言葉なんですけど、体を動かした結果、肘が最後に動くように動かす体の使い方のことを飛力って言って、ディーリーって言うんですね。このディーリーの意味は中国語なんですけども、これは肘を意識するんじゃなくて、体を使うことなんですよ。体を使って非常に。そういうふうに、体を使うと、左手にかかる感触や体感って変わるんです。で、私たちの弓道では、これを、体の動かし方を変えて、左手にかかる感触を柔らかくする方法っていうのが、5つ、6つ、6通りあるんです。これ全部やると、もうどれだけ左手を歪めて締めても、手の内十文字を作っても、何やっても OK なんです。だって、ここが柔らかくて、ここが柔軟に動いたら、たかだか弓の圧力ですね。まあ私は理論弓道で、よく、こう、ここで締めると力が入ってしまいますっていうふうに言ってると思うんですけど、要は私たちの道場でやってることは、そんななんかたかだか左の3本指が締まって、指のこのテンションぐらいで、動揺しないような体を作れる弓の引き方、体の作り方、姿勢の作り方、左手の作り方、あとは右肘の動かし方や姿勢の動かし方が良くなる左手の使い方を教えているわけです。で、こういう観点に立てば、弓道が作ったんですよ。なので、まあ、今日例えば手の内の使い方を覚えるときに、左手の使い方を勉強するんであれば、手の内ではなくて、右肘に注目してみてください。その右肘に注目すると、楽に弓が引けるようになると強く思いますので、ぜひ実践してみてください。以上です。ありがとうございました。